瀕死の重傷を負いながらも教皇を倒したナオフミ。女王ミレリアはナオフミにこれまでの経緯を話し、その非礼を詫びる。そして告げられるオルトクレイオーとマインの裁判とミレリアの決意。死刑に処す。それはナオフミの心を激しく動揺させる。次回、ナオフミの凱旋。ナオフミ様にひどいことをしたんだから厳罰は当然です。